でね、これが花火会場を横から描いた図なんですけども、本当この通りなんですよ。ちょっと具体的にお話しますね。一つね、この花火会場っていうのは、夜は花火会場なんですけども、日中はイベントスペースになってるんですよね。で、この斜めになってるところってのは、傾斜がついて緩やかな芝生なんですよ。で、ここに、まあ、浅めのプールがあって、まあ、ここでね、プールを泳ぎながら、ステージでは、アイドルさんが歌ったり踊ったり、それからね、地元のタレントさんがパフォーマンスをして、お客様を喜ばせる。で、プールに入ってる人もステージ見れるし、で、このスロープで休憩してる人とかも、ここに荷物を置きながらね、ステージを見ることができるしって感じで、ものすごくね、配慮された会場になってるんですよ。そこにつけてですよ。そこにつけて夜、はい、花火の時間になりましたって言ったら、このプールがあるんで、人はね、あんまり前にまで詰め寄ることができないんですよ。自然スロープに今丸を書いてますけども、このように並んで見ることになります。で、横幅もこのスロープっていうのは、ありますんで、だいたいね、300人ぐらいの方が、キツキツにならないように、まんべんなく見ることができるのと、あと、夜になったら花火がね、出ますけども、花火はステージの裏側から SE とともにバン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 この辺に打ち上げるんでね、皆さんもどこからでも三脚なしで見れるんですよ。だからこの会場作りはすごく良かったなと。で、後から来た人も前の方が低いですから、別に背伸びしなくてもね、座ったまんまみんな見れるんですよ。仮にここで人が立ったとしても、後ろの人は全然立った人を気にすることなく、空に映ってる、ね、花火をね、見ることができるんですよね。これは非常にいい会場作りだったかなと思います。で、花火をバンバン打ちながら、こっから、レーザー光線がバン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 出てね、さらなる演出をしてくれますし、それからステージでは、司会の方がね、今回は住岡なんかね、ちょっと有名なミュージシャンの方みたいなんですけども、そのミュージシャンの方がこの会場、魅力の里と提携して、会場をね、一日中仕切ってくださるってことで、その一日中のクライマックスがこの花火大会ってことで、このファンの方もいっぱい来るし、ファンじゃない方も、まあ、素敵なね、そのアイドルさんの曲をバックに花火を見ることができてとっても良かったなと思いますね。一応ね、著作権の関係で今回、花火の画像をお見せしていながらも、そのアイドルさんのね、曲は流れないような状況になってると思いますけども、流れてるのかな、まあ気にせず流れてるかもしれませんけども、まあ、私のこの度、伺った花火会場ってのはそんな感じでしたね。結構良かったと思います。